はい、エルカチャンネルの視聴です。こちらのスマホを使ってできることを紹介したいと思います。ご存知の方も多いんじゃないかなとは思うんですけど、今使ってるこちらのスマホ Android なんですけど、 iPhone だったら Siri があるじゃないですか。 Android にもそういう機能がありまして、 OK Google というと iPhone の Siri みたいな感じで受け答えしてくれます。 Google アシスタントに質問することでできるミニゲームが何個かありまして、その中のうちの一つを今回やってみようかなと思います。本当だったらですね、他何人かいた方がいいんですけど、一人でもできないことはないので、寂しいけどやっていきたいと思います。ラッキートリビア。ラッキートリビアへようこそ。これから始まる雑学クイズの答えが分かったら正直すごいですですって。クイズに答える人数を教えてください。一人です。グリッチです。このお名前はこのクイズが終わったら忘れちゃってください。最大6人でできるそうですよ。第1問、クイズのカテゴリーは芸術。古代のギリシャやローマの大理石像はその昔色鮮やかに塗られていた。本当か嘘か。嘘。はい、ありがとうございました。本当です。大理石の像は白いものだと考える人が多いのですが、美術史家が紫外線を使って調査したところ、かつては鮮やかな色や模様で塗装されていたことが分かりました。あ、そう。知らね。次に行きましょう。クイズのカテゴリーは言語。インドネシアの言葉で石の陰にエビがいるとはどういう人のことでしょう。石の裏がある人、働き者、こそこそ嗅ぎ回る人、それとも口が軽い人。え、何、石の裏にエビがある人、どういうこと。わかんないな。勇気ある回答をありがとうございます。はい、裏がある人です。次はきっと大丈夫。石の陰にいるエビとは、行動の陰に隠された意図がある人のことを言います。次の問題です。クイズのカテゴリーは動物。これなら少しはいけるでしょう。オスよりメスの方が男性ホルモンが多い哺乳類はどれでしょう。ハイエナ、ライオン、猫、それともコヨーテ。ご回答ありがとうございます。ハイエナです。ごめんなさい。メスのハイエナのテストステロンの量はオスの3倍と言われており、メスの方が大きくて攻撃的です。そうなんだ。そのためハイエナはメスの支配力が強い女性社会です。それでは次の問題。クイズのカテゴリーは Google 検索。最も検索されているプログラミング言語はどれでしょう。 HTML、C、Ruby、それとも Java。 はい、ありがとうございます。 Java です。やったJava のコーディング言語には Duke という名前のマスコットがいます。彼をデザインしたグラフィックアーティストは、後にシュレックやマイノリティリポートなどの映画制作で活躍しました。クイズのカテゴリーは健康。健康。1846年、病院での死者数を削減するためにハンガリーの医師が提案したことは何でしょう。音楽、相部屋、手洗い、それともセカンドオピニオン。全然今問題聞いてなかった。
ースは検視解剖を行った医師が持ち込んだ微粒子が原因で酸化病棟の散布に深刻な汚染が広がっていると指摘しました。そのことが実験により立証された後も医師たちが彼の提案を真剣に受け止めることはありませんでした。クイズは以上でおしまいです。終わった。グリッチさんの得点はどうだったでしょうか。5問中1問正解でした。それではトリビアの王様ヘゴ挨拶を、そして不思議なプレゼントをお受け取りください。あなたには参加賞トロフィーを差し上げます。なんだこれ。トリビアの王様は厳しいですがとてもフェアな王様です。クイズで高得点を取ると不思議な宝物が増えるでしょう。とても楽しかったですね。もう一度遊びますか。いいえ、遊びません。わかりました。また次回ラッキートリビアでお会いしましょう。エルちゃん、はい、どうだったでしょうか。一人でもまた楽しめないわけじゃないんですけど、何人か一緒にやった方が面白いかなと思います。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。